はいどうも皆さんこんにちは、ぴよつきチャンネルウェブ主のぴよたです。さあ今回もネタバレが激しすぎる RPG 最後の敵の正体は勇者の父やっていきたいと思います。さあこちらなんですけれども、前回までのあらすじを簡単に言うと、人狼村に入ってきて、そろそろ日暮れだから泊まろう、どっか泊まれる場所にと言ってきたら、人狼村長の家に、急遽招かれることとなりました。そしてそこの人狼村長曰く、村人が毎晩一人ずつ殺されていると。そしてそれの原因は狼に化けた人間、人狼であるのではないかということが、噂されているということでした。その結果、犯人を見つけ出そうということで、現在容疑者の疑いがある3名がこの村長の家のところに集められているという状況となっております。さて一体犯人は誰になるのでしょうか。やっていきたいと思います。こちらの動画は2024年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。勇者様、早速人狼の疑いがある容疑者を3人集めました。4人いねえか。あれあれ4人いるじゃん、視界内に。ここにいる3人の容疑者のうち誰が人狼か探ってください。容疑者が逃げないように監視を2人つけましたのでご安心ください。あ、そういうことね。それでは一通り話を聞き終えたら私に話しかけてください。あ、よくよく見たらこっちにも1人いるじゃん。とりあえずセーブ。はい、これ監視俺は村長監視を任された。次の日がいいじゃん。いいじゃだけで切るとすげえそれっぽいよな。次の日がっていうところをさ、まあ見なかったよ。俺はいいじゃだって言ってもさ、そうかいいじゃくんかってなる。もうちょいもうちょいちゃんと、俺は村長に監視を任された。次の日がいいじゃ。もし人狼が俺を襲ってきたらボッコボコの返り討ちにしてやるぜ。それにしても妻に内緒で女に貢ぎまくってのになかなか俺だけ振り向いてもらえないぜ。妻に内緒で女に貢ぎまくっているのになかなか俺だけに振り向いてもらえない。お前既婚者か。俺だけにってことは他に複数いるってのは許容してんのか。どっかのキャバクラ的な感じ。待て、監視2人つけたって言うけどさ、ここ監視いなくね。ああ、そういう、違う。各部屋に監視じゃなくて、これも監視ね。お前もか。どこからどこまででお前もかなんだろう。私は村長に監視を任されたお前もか。もし人狼が私たちを襲ってきたら、私の夫がボッコボコの返り討ちにしてくれるの。それにしても、夫に内緒で男に貢ぎまくってる。なかなか私だけに振り向いてもらえる。お前もか。お前もか。あー、ツッコミだー。あーお前もか。お前らー、お似合いの夫婦だわマジで。では容疑者に話しかけていきましょう。ただの村人。あら勇者さん、何かしら。何をしています、何をしていますか。よく占いをやってそうって言われるけど、普段は人間じゃなくて土を食べて生活しているわ。土を食べているのはただの村人じゃなくねえか。土はミネラルがたっぷりって言うでしょ。今日は理由はよくわからないけど、ここで寝泊まりしてくれって言われたの。なんでかしらに。人狼のことは知ってる。ええ、ここのところこの村は人狼の話題で持ちきりよ。私は人狼なんて本当にいるのって思っているけど、たまたまみんな滑って転んで頭打ちつけて死んでるだけなんじゃないかしら。それはそれで別の事件が起きてるぞ。さあ誰が人狼だと思う。人狼なんていないんじゃないかとも思うけど、もし人狼がいるとすれば
狼じゃないさんだと思うわ。なんかムカつくし。支援狼じゃない。じゃあこの人狼じゃねえわ。お前狼じゃないって。てか待って待って待って、よくよく考えたらさ、こいつだけまともな布団だけどさ、ここ二人倉庫とよくわかんねえ壁しかない部屋に閉じ込められてんだけど、あのただの村人の人だけ待遇よくね。占い師、占い師だこの格好で。よしよしさん、なんでしょう。僕は怪しくありません。何をしている。ひ僕は何もしてません。人狼じゃありません。今日は理由もわからないままここに連れてこられたんです。そう、人狼のことは何か知ってますか。人狼、僕は人狼じゃありません。絶対に人狼じゃありません。さあ誰が人狼だと思う。勇者さん、ここだけの話なんですけどね、実は僕人狼が誰だか知っているんです。ずばり人狼は村長、人狼ですよ。僕そういうの分かっちゃうんですよ。声えぐ可愛くなっちゃったの僕。そりゃただの村のところで、お前天職多分下の村人の人と交換した方がいいぞ。いやダメだ、村このおばちゃんをピエロにしちゃダメだわ。てかちゃんと出入り口塞いでんの、逃げさせないようにするためか。これさあ、狼じゃないさん。あら、ユシさん、なーに？何してんの？普段は男の人にご馳走してもらったり、プレゼントもらったりして生きてるの。パパ活しとる。今日は山頂さんがこの樽に入っている酒を好きなだけ飲んでいいって言って言われたの。さあ、人狼のことは知っていますか？知ってる知ってる、マジ怖いよね。でもわけわかんないやつが私に嫉妬してキレてる方が怖いかも。可愛すぎるって罪なのかな。さあ誰が人狼だと思う。占い師さんがバチクソ怪しいと思うよ。せやだ、そこに関しては、そこに関してはどう、ちょっとせやなと言わざるを得ない。あ、そんなことより勇者さん、私とキスしてみる。いや結構です。いやー、ちゃんと守ってくれるんだ。仲間に話しかけるのはできないね。いや、もうこのまんま後ろを振り向くのができない。マーシャと重なる。テレーゼと重なれないんだよな。あら、じゃあ話聞いてみるか。なんか他にってこともないでしょう、多分。ちょっと一旦全員聞いたってことでレポートだけ書きます。今でどれくらい時間が経ってる。8分か。いや、切ってもいい気もするんだよね。微妙ですね。いや、こいつの声だけすげえ可愛くした割にさ、割にこいつの声だけちょっと肝ぼになっちゃったのが反省って。何の反省してんだろう。あら、もうちょいなんか可愛くできないかな。キモい、ダメだ。普段は男の人にご馳走してもらったりプレゼントをもらったりして生きているの。すげえよな、パパカーツでいいじゃん。お前の名前狼じゃないって、すごいな。占い師もすげえけど、いや、まあ人狼が一番やばいけど、この人やばかったな。お前もか。夫の方をさ、先に名前聞いてることは前提の名前になってるけどさ。いやこの人なんて言ってたっけ、妻がっつってた。次の被害者人狼スティップ、あ、夫がっていうことはあれだね、やっぱりここ2人が夫婦で、夫が冒険者で、エモカさんはまあ監視役にいるだけで戦えるわけではなさそうだね。はい、まあそれは分かったので今回は一旦ここまでとしましょうか。はい、多分長いと思うしね。それはしょうがない。
旦10分くらいで切りたいからね、ちょっとここらで一旦切らせていただきます。次の動画はもう上がっておりますのでね、そちらの方ご視聴よろしくお願いいたします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。